ことなチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。おはようございます。本日はですね、前に龍太郎の春の購入品紹介ということで、動画撮らせていただいたんですけども、そちらの動画がかなり好評でですね、ぜひ他のちょっとね人にも、春の購入品紹介してほしいという声もいろいろいただきましたので、今回は僕のお友達をねゲストにお呼びして、春の購入品をご紹介していただきたいと思います。で本日、お呼びしたゲストがですね、モデルのクロちゃんになります。はじめまして、モデルをしています黒柳です。お願いします。はい、クロちゃんはね結構、モデルとして活動してるんですけども、まあ、コレクションのね、モデルだったりとか雑誌のモデルだったり、あと普通にモデルとしてだけじゃなくてファッショニスタとしてもね、ストリートスナップの常連だったり、あとウェアとかでも結構人気のある、モデルさんでですね、着こなしかなりかっこいいので、ぜひね、そんなクロちゃんが春に買ったものを、ご参考にしていただければなと思ってこの動画を撮っています。恥ずかしいですね、なんか言われるの。まあけどね、クロちゃんはな、やっぱ結構出会って何年ぐらいかな、もう5、6年ぐらいですかね。もうそういう立場なのかな。はい、まあけどやっぱストリートのね一線にずっとね居続けてる、ありがたいっす、ファッショニスタなんでね。めちゃくちゃありがたいですね。まあ、ぜひ本当、視聴している皆さんにも参考にしていただければなと思っております。それでは早速じゃあクロちゃんに、春に購入した商品をご紹介していただきたいと思います。お願いします。はい、じゃあ春買った商品を紹介させていただきます。まず一つ目がこれ、パーカー。あのブランドがラッドミュージシャンっていうブランドなんですけど、すごくモードテイストな洋服が多いブランドで、その中でも最近ストリートテイストも少し出つつあるかっこいいブランドです。でこれは 18AW の時のコレクションなので、まあセールで買わせていただいたんですけど、まあすごくフードもでかくて、僕今ストリートのテイストも少し取り入れつつ、もともと僕モードが好きなので、まあ、それに合うかなと思って買いました。で袖も結構広いです。うん、かなり袖スリーブ広いね。広いです、うん、だいぶと身幅もかなり広いよね。はい、なんでゆるっとした感じに袖がキュッとリブで締まってるような、ちょっと袖はデザインで今っぽい、ね、そうですね。なんか結構僕ゆったり着るのが好きなので、うん、下もワイドパンツ履いたりとかスラックスで細いやつ履いたりするんですけど、それにやっぱり何でもハマるかなと思って、この身幅の広いオーバーサイズの今っぽい感じも好きで買いました。なんか黒のスウェット地に黒の刺繍っていうのもいいね、なんか。そうです、ね、逆にあえて目立たせずけど入ってるみたいなね。そうです、そうです。であと意味もあって、ここのアブノーマルって刺繍が入っているんですけど、まあそのアブノーマルっていうのもなんか自分らしいというか、なんかそこの服の意味も好きでこれを購入しました。あとポッケもありました。ああ、そこにポッケあるね。そう、見えづらい、デザインとして邪魔にならない、うん、そういうちょっと洗練されたアイテムとしてやっぱかっこいいなと思って、これは買いましたね。で、じゃあ次が2つ目いきます。こちら。こちらもラッドミュージシャン。で、これが 2019SS の新作のスラックスになります。で、柄が入ってるんですけど、これがメメントモリっていう柄になるそうで、意味は、まあ今を必死に生きるだったり、そういう意味があるんですけども、まあ、その意味とかもこの色の味だったりとか、スラックスで細身なところなのにこういう柄が入っているのにすごくパンチ効いててかっこよくて買いました。でこれと合わせるんだったら、僕は上、まあさっきのパーカーだったりとか、結構上を無地にして、無地の T シャツ、まあ、あとはジャケットとかと合わせたりして、ここに柄を入れて合わせることが多いですね。もう何より細いんで、めちゃくちゃシルエットは綺麗なので、ラッドミュージシャンで値段もそんな高くなくて、細いシルエットでとても綺麗なので、よく僕は毎年買ってますね。ほんとそれすごいね、パンツなのにすごい綺麗なプリントなかなかこの色味をね出すのって難しいぐらい綺麗な色味だよね。いやもうほんなんかこの技術とかもやっぱ素晴らしくて、まあ、生地にちゃんと入ってると見えるのが、まあ、こういう感じです。今年ってちょっと普通のパンツ履くよりなんか結構攻めたパンツ、柄物のパンツだったり革田シルエットのパンツだったり履くのもね、今ストリートではちょっとトレンドになってるんでね、なんかそこもマッチしてるかなと思って買いました。これも結構気に入ってます、で次なんですけど、次が3つ目、これで最後になります。
最後が一番やっぱ僕の中で今年の春買って一番良かったものなんですけど、このこちらのスニーカー、これちょっと見えづらいんですかもしれないですけど、ベルルッティっていうブランドのスニーカーになるんですけど、そのベルルッティって、4、50代の人がまあ買う高級革靴ブランドなんですけど、今回クリス・バーシュっていうデザイナー、もともとディオールオムっていうラグジュアリーブランドとかを担当してた人が入って、 2019SS からスタートしたラインなんですけど、それの一発目のスニーカーになります。すごいダットでボリュームあってかっこいいんです。クリス・バーシュ自体がすごいセットアップとかフォーマルな洋服に足元はスニーカーで外すスタイルがやっぱすごく有名な人なんですけど、僕自身が、モードテイストの、モードってもう本当にジャケットスラックスみたいな、本当に簡単に言うとそういう感じなんですけど、それに合うテイストが多いので、まあ、それに合うスニーカーとして新しく買ったものです。クリス・バーシュとかって昔のコレクション見ててもそうだけど、意外とこうスーツスタイルをちょっとスニーカーで外すとかそういうルックで使うようなね、はい、スニーカーは割と強いデザイナーなんでね。ですね、うん、こっちの方がいいかなんでこのスニーカーちょっとまあ高かったっすけど買いました靴は長く履けるしね、はい、いいの持っといてもね損はないよね。いや間違いないっす、うん、しかもねちょっと身長も漏れそうだし、これすごいのが、まあこれぐらいあるので、僕180あるんですけど、185ぐらいは、なるんすかね。いや意外とこのスニーカーは太めから細身のパンツまでね、うん、合わせやすそうだし、結構もう色物合わせてもね、もう馴染むし、はい、白黒のスタイルにも外しになるしね、うん、万能に使えそうな。そこもやっぱ結構大事だったんで、うん、これはもう一目惚れですね。なんで、これで春の購入品のこの3つになるんですけど、僕のちょっと買ってよかったなって思う服を紹介させていただきました。はい、ということでクロちゃんにね、春に購入した商品をですね、はい、3つご紹介してもらったんですけど、これからね春物のアイテムを使ったコーディネート、最新のね、はい、クロちゃんの以上スタイルを、ワンスタイルご紹介していただこうと思っておりますので、ぜひ皆さんご視聴ください。お願いします。クロちゃんの春物の購入品3つと、クロちゃんのそのね、購入品を使ったスタイリングご紹介させていただきました。ありがとうございます。いやこのねやっぱパンツいい感じにアクセントになっていいっすねそうですね、やっぱなんだろう、自分黒が多いんで、やっぱ色が入ってる方が差し色になってるかするから、このパンツはもう本当にすごく使ってますね。やっぱ買って上黒が多いと下にやっぱ色持ってきてとかがコーディネートが組みやすいかな。あとこの細身のパーツに対してこのちょっとねボリュームあるスニーカーの相性もすごいいいっすね。なんかやっぱりそうですね、このボリューム感ってなんか今っぽさって言ったらあれですけど、やっぱこの感じが今にすごくマッチしてて、細いけど下にボリューム持ってくることによってバランスを取れるコーディネートが組みやすいというか、僕はやっぱいいですねこの感じは、うん、で今回の購入品紹介にはなかったっすけど、この、はい、なんて言うんだろうね、一応ベストっていうのかバックっていうのか
このアイテムもすごい。なんかパーカー1枚だとちょっとシンプルになりすぎちゃうかなって感じだけど、ここで遊び心が効いてるからね。なんかやっぱそうですね、なんかイチューさん言う通り、そのパーカーだけだとねやっぱシンプルになりやすいんで、このベストってアクセントになるし、しかも僕あんま財布とか、まあ、ちょっとしか持たないからちょうどいいんですよね。デザインも効いてるし、確かにちょうど財布、まあ小物とかね、なんか必要最低限に入るようなね、大きさでちょうどいい。そうめっちゃ重要してますこれは。うん、しかもなんかこう後ろじゃなくて前に物を入れるタイプだから、ちょっと盗まれる心配とかもないしね。確かに、もうここも入れたい方だよね、うん、こことかも。俺さ、リュック派なのよ。あリュックってさ、ちょっと電車乗る時とかなんか盗まれたりしないかな。そうないるから。前にあるタイプいいね。絶対盗まれない、これだったらもう、うん、このままなんで絶対盗まれない、ね、なんか旅行とかにもいいかもしれない。そう海外とか怖いもんね、ちょっと盗まれないかなみたいな。めちゃくちゃ危ないっすよ、もう後ろとか速攻やられるっすよ、ね、これめちゃくちゃいいっすね。やっぱさ、こう、うん、洋服もさ、ある程度いろいろ買っていくとさ、はい、もうないものなんてないじゃん、正直。いやー、ある程度のものは持ってるし、はい、まあ、そんな中でね、やっぱこういう変わり種ねというか、あるとね、なんかいろいろ幅も広がっていいよね。そうですね、もう本当にコーディネート幅、なんか持ってるものが重ならないように買うんですけど、これは今年俺初めて買っ、もら、まあ、買もらったもんなんであれなんですけど、結構使ってますね、やっぱ合わせやすい、なんといっても黒だし。まあ今日こういうやっぱ遊びをね、遊びの効いたスタイリングっていうのもクロちゃんならではでね。ありがとうございます。僕はかっこいいと思います。ありがとうございます。ぜひ皆さん参考にしていただければと思います、はい、お願いします。ちなみになんですけど、あとクロちゃん、はい、まあ、この春まだ夏まであと1ヶ月半から2ヶ月ぐらいあると思うんですけど、はい、なんか買い足したいアイテムとかって他にあります？あー、それで言うと僕シャツと、うん、まあ、カットソー系は、ちょっと今買い足したいかなと思ってて、うん、ちょっと今からの時期でちょうど暑く時もあれば、暑い時もあれば寒い時もあるから、うん、まあ軽く羽織れるものだったり、インナーはちょっとやっぱ変えたいなと思う時期なんで買おうかなと、うん、けど今の時期さ、難しくない？寒いじゃん夜は。あ、寒い。昼間あったかいのに。そう、なんか難しい。難しいよね。なんか夜になると結構ダウン着てくればよかったなぐらい寒い日もあるし。思う、思う。そうだ、結構ね、昼間の気温に合わせちゃうと夜ね、ほんと遊んでると風邪ひいちゃうんじゃないかなぐらい寒いし。やられるっすね。でも今はそうですね、そしたらライトアウターとかも僕実は紹介しなかったんですけど、1個買い足したりとかしてて、うん、持ってきたよ。いやあ、忘れた。忘れた。どんなの買った？まあすごい黒ばか多いとか言いながら、それ蛍光色の後ろにがっつり刺繍が入ったブルゾンなんですけど、パンチ効いてるやつで、でもあまり普段聞くのにもやっぱり今回はちょっと違うかなと思って持ってこなかったっす。え、蛍光とか買ったんだ。買いました。何蛍光の？真緑です。緑の本当に超明るい蛍光グリーンね。あ、そうです、そうです、そうです。いやけどね、今トレンドだよね。トレンドっすね。結構ネオンカラー今年の春ねいいからね。いやー、ほんと俺も結構お店の買い付けとかではネオンカラーなるべくこう拾うようにしてて、やっぱ人気つかまっすぐ出るというか、俺がすごい推してるっていうのがすぐ売れるアイテム。やっぱちょっとこう、うん、海外とかのねストリートスナップとか見てると結構着てる人多いし、多いですね。意外と黒とかにはまりやすいよね、うんうん、蛍光の色って。そうですね、うん、なんかワンポイントでもいいから入れると結構コーディネートが変わってきたりとか、うん、すごくはめやすいっていうか合わせやすいので、うん、だから黒ちゃんみたいに結構黒主体でね、はい、着る人はワンポイントでそういうアイテムあると使いやすいかもですね、うんうん、逆に俺なんかさ、クローゼットに本当に黒のアイテムが一個もないレベルに黒の服を持ってないから。マジっすか。けどね、色物で合わせる人だと逆にちょっと蛍光色ってパンチが強すぎちゃって意外とガチャガチャしすぎちゃうから、そんなに使いどころがなかった。逆に結構俺そういう好きで蛍光色のねアイテムとか買うんだけど、意外とそこまでネオングリーンとかになってくると結構
ちょっとガチャガチャしすぎて合わせづらい。あー、なるほど。黒の差し色ぐらいが多分そういうアイテムでちょうどいいのかもしれないね。確かに、なんか僕9割ぐらいがクローゼット黒なんで、結構1割で色入ってるんですけど、だいたい蛍光とか明るい色、今っぽいやつを取り入れてるんですね。合わせやすい、確かに。うん、いやけどね、僕やっぱね、こう動画内で紹介するアイテム基本黒のアイテムあんまりないんで、まあこうやってね、今回の動画でクロちゃんがいろいろね、黒のアイテム、しかも黒だけどちょっとやっぱ普通の人が買う黒じゃなくてね、うん、またクロートが選ぶ黒のアイテムをねご紹介してくれて非常に助かってます。ありがとうございます。ということで本日はね、撮影ご協力いただいてありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたって感じで、今回の動画はこの辺でそろそろ終わりたいと思います。今回の動画面白かったよ、参考になったよっていう方いましたら、ぜひチャンネル登録と、高評価もしていただければ嬉しいなと思います。はい、で今日ね、登場してもらったクロちゃんのインスタグラムだったり、あとウェアだったりもね、の URL も動画の説明欄に貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。